ゆっくりの、怖い話。埼玉に実在する場所で起きた話。2チャンネル、オカルトいた。そこに謎の場所に入り込んでしまった人がスレを立てた。時空の歪みパート12。ここは時空の歪み関連の怖い話、不思議な話が書き込まれるスレです。どんな話が書き込まれるかというと、子供の頃、友達の住んでるマンションに妹と友達と3人で遊びに行ったんだ。階を間違えたのか、チャイム鳴らしたら知らないおっさん出てきた。そのおっさんの部屋、不思議の国のアリスみたく真っ暗な広い空間に扉や階段がふわふわ浮いてた。ここじゃないよ、上の階、って言ったおっさんの背後で逆さまになってる階段を人が歩いてたりした。未だ3人ともしっかりと記憶しているから夢ではない。その家すげえ、ちょっとお邪魔したいので住所教えてください。みたいな話が書き込まれます。そしてこのスレにこんな書き込みがありました。すごい具体的に体験を語りたいのですが、そういうのもありなのでしょうか。地名とか施設名とか、Google マップとかで場所を示すとか。具体的な場所に言及した話を書き込んでくれるそうです。俺は大歓迎だけど、いいからさっさと書けよ、デレ隠し気味に。20年前くらい、小学4年生の時に埼玉県狭山市の〇〇〇小学校っていう小学校に俺は転校しました。狭山市立〇〇〇小学校、で Google マップで検索してみてください。そこです。具体的な小学校名も書き込まれましたが一応伏せておきます。その小学校では、というか、もしかしたら埼玉県で流行っていたのかもしれませんが、空き缶をクラスごとに集めるみたいなイベントが学期に1回くらいありました。あの空き缶で何か車椅子とか買うのかな、それとも寄付かな、よくわからないけど、そんなイベントがありました。もともと、東京都の東村山に住んでいたのですが、その頃にはそんなイベントがあった覚えがないので埼玉独自だったのかもしれません。その空き缶集めのイベントは、何かクラス対抗みたいな様相になっていて、毎朝空き缶を持ってくる G クラスの生徒を、空き缶回収箱みたいなものの前で先に来ているクラスメイトたちが待っているような感じでした。3個差で今うちが1位、みたいな感じでかなり盛り上がっていたと思う。空き缶集めのイベントは1週間くらい続くのですが、さすがに3日も経てば各家庭から出てくる空き缶などたかが知れてきます。親の飲んだビール缶1個とか、それだともうたクラスを圧倒するような大量のリードは望めなくなるので、クラスの仲良し3人と自分、計4人で近くの林や公園を探索して空き缶を集めようというイベントを企画しました。時間は学校終了後、そのうち1人の家で待ち合わせをして空き缶を探す旅を始めました。空き缶は思ったより見つかりませんでした。クラスの皆に、俺たちが明日大量に持ってきてやる、と大見えを切った手前、はじめは遊びでしたが、そのうち真剣に探すようになっていました。そしてあちこち探し回って、行き着いた場所がここでした。Google マップで、括弧の中の数字を検索してみてください。今検索してみるとこんな感じになります。さらに拡大すると、ここら辺のスペースがおそらく林なのでしょう。これをさらに衛星画像に変えると、こうなりました。そこの緑の矢印の林のような場所です。今でもはっきりと覚えています。絶対にここです。なんでここに来たのかも覚えています。それは、転校してきたばかりの私に、自分たちの秘密基地を見せるという空き缶探しのついでの用事が3人にはあったからです。この林の中には廃校になった学校の建物があり、そこがいろんなが近所の秘密基地になっていたようです。この画像だとわかりませんね。もっと寄ってみましょう。林の中に赤い屋根の建物はありますね。そこら辺だけ少しスペースがあるのでこれでしょうか。ようです。というのは、実際に案内されたこの日にはそのような建物はありませんでした。取り壊されたのかな？なんでないんだー。なんて叫んでいたのを覚えています。余談ですが、今改めてマップで見るとすぐ横が中学校なので、本当にあったんだろうなーなんて思い少し変な気分になりました。これのことですね。この林のような場所は中に入るとすごい薄暗く、不気味だったのを覚えています。その廃校があった場所はおそらく矢印の場所で間違いないと思います。廃校がないので私たちは、元の目的である空き缶探しをさらに奥へ、マップで言うと右側へ向けて続けました。入ってきたのはマップの左側の、A の矢印あたりだったと思います。A がどれのことを言ってるかはわかりません。マップ上では真ん中あたりに林を抜けるように道がありますが、当時はこんな道はなかったと思います。缶を探しながら林を歩き続けて数分、相変わらず見つからないねー、こんな奥まで缶ポイ捨てしないよねー、なんて会話しながら先に進んでいると、突然変な感覚が私を襲いました。この感覚は部屋でテレビをつけた時の感覚にすごく似ています。音とかではなく、無音でも感じる、電波、電気、がついているというような感覚です。その場にすごい干渉してくるような。その感覚は他の3人も感じていたようで、横を向くと皆黙って青ざめていました。なんだ、今なんか変だった、なんて言いながらそのうち1人が先に進み出したので、自分たちは離れないようについていきました。置いていかれたら死ぬ、なんて思いもしたのを覚えています。それくらい変に恐怖心が湧いていました。
さらに歩き続けて、20秒とか30秒とか経ったくらい、本当にすぐのことでしたが、いきなり林から真っさらな平地に抜けました。抜けたと言っても、林を抜けたわけは絶対にないと思います。まだ林が続いているはずなのに、林から抜けてしまったのです。そこには、一階建ての昔っぽい平屋がずらーっと立っていました。カーテンがそこから見える限りの家全部で閉まっていました。何か、本当に違和感だらけでした。誰もいる気配はないのに、すごい大人数に見られているような感じがしました。それと、妙に空気が乾いたというか、昔の写真の中に迷い込んだようなこの世の空気感ではないような感じがしたのを今でも覚えています。戦争、なんて意味不明な言葉を発した友達もいました。恐る恐る、4人で歩いて先に進みました。なんで先に進んだのかは未だによくわかりません。怖かったのだからすぐ逃げればよかったのにと今でも思います。先に進んでいくと、やっぱり何かおかしいなと思いました。薄いんですよね。世界の色が、何かさっきも書きましたが昔のカラー写真のような色合いの世界なんです。建物も、空も、何か変だったのをすごく覚えています。歩いても歩いても同じような民家ばかり、カーテンが閉まっているけど何か見られている気がする。全体的に色が変。怖くて怖くてもう一人でも逃げようかと思っていたその時、奥からババアの、本当に妖怪みたいなババアの声がしました。そこにいるのは誰だー?と、本当、安っぽい階段みたいですけど、今でも頭から離れません。声というか、もう直接脳に響く感じでした。4人は気違いみたいな声を上げて逃げました。来た道を逆に、ひたすら夢中で走りましたが、ふっと見ると目の前にババアが草を刈る時に使う釜みたいなのを持って立ち尽くしていました。ああ、死んだな、と思いました。ババアは半夜みたいな顔をしていましたから。ババアを避けて逃げようと、横を走り抜けましたがババアは何もしてきませんでした。うちらはそれに疑問も持たず、助かった、助かった、なんて叫びながら入り口に置いた自転車まで走りました。そのまま別に何もされずに、マップ、に止めた自転車まで3人全員戻れました。本当に顔が涙でぐちゃぐちゃでひどかったと思います。4人じゃないの。近くのおもちゃ屋さんへ自転車でそのまま逃げました。ポニーランドという今はもう潰れたおもちゃ屋さん。とにかく明るい場所へ、人のいる場所へ行きたかったのだと思います。その後起こったのは二つのこと。一つは、名前を書きますが、一緒に逃げていたうちの一人、おばたくんの右手の骨が右手の手のひらの付け根あたりから飛び出していたこと。これは逃げている時に必死だったからその時のものという可能性もあります。大騒ぎになって通行人の主婦か何かに救急車呼ばれたのを覚えています。おばたくんも気づいていなかったみたいで、その手で自転車乗っていたのかよと驚いた記憶があります。もう一つは4人いたのに3人で全員になっていたこと、一緒にいた井筒くんがいませんでした。そんな奴いませんでした。よく覚えていないのですが、私は井筒くんという友達がいたと思ってますし他の二人も同じ気持ちだと思います。でも実際にはいません。卒アルにもいませんし、家にも行きましたが違う名前の人が住んでいました。未だに何だったのかわかりませんし、その後も何回か近くまでは行きましたが気持ちが悪くてこの場所自体には行けていません。井筒くんとか、いなかったのでしょうか実際。でも、井筒くんは当時流行っていたミニ四駆でバーニングさんを使っていて結構早かったとか、記憶がしっかりあります。この話すると親なんかには、また始まった、と気違い扱いされるのでもうすることはないのですが、何なんでしょう本当に、異次元ですか、これ、異次元とかなんとかに、彼まだいるんでしょうか、そんな体験談でした。結構はしょったので、文章が変な部分は許してください。こういう話好き、パラレルワールド、パラレルワールドから来てしまったのかもしれないな、または下関連、普通の神隠し、人が消える、上級神隠し、人が消えるプラス記憶からもその人が消される、ごく一部の人だけ覚えている。なんで骨が出たのか原因はわからなかったのか、他の二人に井筒くんの記憶があるのかは聞いたのかな、違う人が住んでたという元井筒くんの家の形はどうだったのか気になる。住人たちが疑問を投げかけると一が返答しました。骨が出た理由はわからなかったです。ただ、あまりに綺麗に出ていたので怪我の跡も少なく本当に、綺麗な怪我、だったと本人が後々言っていました。おばたくんには井筒くんの記憶はありました。もう一人、小林くんの方は覚えていないようです。他の二人に井筒くんの記憶があるのかは聞いたのかな、違う人が住んでたという元、井筒くんの家の形はどうだったのか気になる。思い出したきっかけは、ミニ四駆で遊んでいる時に井筒くんに借りてたハイパーダッシュモーターが出てきたからです。一週間後くらい経った後、なんでそれまで忘れていたのかすごい怖くなったのを覚えています。この話をおばたくんと小林くんにして、反応したのはおばたくんだけでした。小林くんは普通に誰それみたいな感じでした。家は、井筒くんは集合住宅だったので普通に表札を見て違う名前だったということでした。ピンポンをしたら綺麗なお姉さんが出てきて興奮したのを覚えています。ちなみに小林くんは、井筒くんの名前は覚えていませんでしたが4人で缶を集めに行ったのは思い出していました。はじめは井筒くんの話をした時にハテナハテナという感じでしたがある日いきなり、もう一人いなかった、と言われました。いたよね、いたよね、って3人で盛り上がった後、すごい怖くなったのを覚えています。でも、そのもう一人が井筒くんという認識はないようでした。時空の井筒くん。
いなくなった一人は別の世界にと飛ばされたんだろうな。電車で変な駅で降りてその後元の世界に戻ったけど記憶と実際に起こった出来事が少し食い違っているって話を思い出した。三人だけが井筒くんの存在しない別次元に飛ばされてるんだと思った。つまりここは元いた世界の2ちゃんじゃないって。果たして井筒くんがどこかに行ってしまったのか。それとも三人が別世界であるこの世界にやってきてしまったのか。どちらなのでしょう。いかがでしたか。ちょっと前にテレビでこの話を扱っているのを見て作りました。実在の場所が出てくる話はやはり面白いですね。地元の方は調査して異世界に行ってみてください。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。